なんかテレ朝、モーニングショーで、石原良純氏と玉川徹氏が、再生可能エネルギーをめぐり、放送事故レベルの大激論を交わしたみたい。どうも一触即発になったようだよ。では、どのような内容なのか。次の報道内容を見てみて。テレビ朝日系、モーニングショーで、コメンテーターの玉川徹と石原良純が、再生エネルギーをめぐって激論を繰り広げた。異常気象がテーマとあって、気象予報士の資格を持つ石原は、まさに水を得た魚だったが、温暖化の話から話題は電力供給へと脱線。カーボンニュートラルな再生可能エネルギーの話へ展開すると、玉川氏との白熱激論に発展した。温暖化による異常気象対策として、電力を再生可能エネルギーで賄うことを主張する玉川氏に対し、石原は、再生可能エネルギーで日本のエネルギーを賄えるわけがない、と真っ向反論。これに対し、玉川氏は、原発のことを言いたいんだろうが、自然エネルギーは問題ない、と返すと、石原は再び、関係なくない。自然エネルギーは頼りにならない、と玉川氏を否定した。その後も、蓄電技術がなければ、再生可能エネルギーの有効利用は無理、と主張する石原に対し、今度は玉川氏が、日経新聞を読めば、いろんな蓄電技術は載ってる、などと反論。石原と玉川氏の一触即発な空気を察した司会の羽鳥慎一アナが、電力の話はまた今度にして、気象の話をしましょう、と諌める場面もあった。完全に放送事故だね。そもそも天気のプロである石原氏に、玉川氏は食ってかかってるけれど、玉川氏って、天気に関してはズブの素人だよね。どちらの主張に説得力があるのか、歴然なんだけど。ネットでは、実現できなきゃ意味がないって言ってんのに、ほんと話通じねえな玉川は。良純が正しい。なんか良純さんが一番まともですね。蓄電システムあっても、一般家庭用や研究室レベルで、発電所規模レベルじゃないんだよ。だから役に立たない。再生可能エネルギーで、温暖化がなくなるわけないだろ。あくまで補助的なものだと思ってます。良純氏は真っ当、玉川は真っ赤、こんなに違うなんてね。玉川の信者は、これでも拍手喝采なんだろ？最近テレビでも、時々まともな発言が出るようになりましたね。さすがに今までの論調だと、まともな視聴者が相手にしなくなってきたのでしょうかね。蓄電池も入れた電気は、使わなくても放電し続けるから、ダメ置きが難しいことも知らなさそう。地球温暖化自体が中路が仕掛けたデマなのに、いつまで騒いでいるんかな。それより玉川は、あのグレタを取材してこいよ。良純は少なくとも天気のプロ。玉川はプロを名乗れる分山に一つないだろ。原発一択、などと、ほぼ石原氏を支持する声ばかり。玉川氏は、今年の夏の電力不足の惨状を、どう受け止めてるんだろうね。政府により節電要請が出され、それにより熱中症で亡くなった方もいるんだよ。再生可能エネルギーだけでは日本の電力が賄えないことは今年の夏にすでに証明されてるんだよ。だからこそ日本政府も原発再稼働に舵を切った。それなのに原発のことを言いたいんだろうが自然エネルギーは問題ないと豪語する玉川氏。問題ないって、その自信はどこから来てるんだろうね。そこまで言うのなら、自然エネルギーだけで日本全国の電力が賄える根拠を示してほしいよね。おそらく示せないだろうけれど。まあ人それぞれ思想信条が違うのは当たり前。でも、原発憎しの感情優先で根拠のない主張をするのはどうかと思うよ。玉川氏は、何事も現実を見据えた上で発言した方がいいと思いますよ。すべてにおいて